はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は1月21日日曜日、時刻は15時14分です。で、今回の内容はね、本当人がね、ゴロゴロ入れ替わってる。そして、いろんな情報って、遅れて受け取る人がいるので、今回は重要な内容をね、一人でも多くの方に見ていただきたい。できれば拡散していただきたい。ね。それぐらい、もう、わかりやすく説明します。それで、今回は、海部機長の無念をしっかりとね、晴らすための動画でもあります。それで、とにかく、海部機長は潔白なんです。そして、この裏側には、今回の件の裏側には、国土交通省の悪事が絡んでるんです。この動画で大暴露します。とにかくね、皆さんに少しでも考えてもらいたい。もし赤い血が流れているのならば、ハートというものを持っているのならば、ね、そして、おつむがあるのなら、考えていただきたい。ね、振り回されるっていうのは誰でもできるんです。情報操作によって騙されるっていうのは誰でも簡単にできるんです。ただ、そのおつむを使って判断する。個々に判断する。これ重要なんです。とにかくね、国土交通省適切な管制業務とね、強調してる。これが1月の5日のことなんです、これがね。もう、1月5日の段階で国土交通省は、管制業務、適切な管制業務と強調してるんです。で、この裏に何があるのか。ね、もう大暴露します。そして、海保機のね、滑走路の侵入に気づいていなかった管制官。ね。しかし、海保機側が管制指示を復唱していることから、適切な管制業務が行われていた。ここのところをよーく覚えておいてください。これを一見見ると、あ、そうなんだね。じゃあ、海保が悪いよね。これで押し切られてしまうんです。で、これね、着陸が接近してくる滑走路に別機体の侵入を時間制に知らせる機能。ね、要は、滑走路誤侵入防止システム。ね、これは当時ね、働いていたけども、通常凝視しているものではないから、ね、それあくまでも、要は、ね、補助的なものなので、凝視してるものではない。だから、見落としもしょうがなかったんだ。管制の業務は適切だった。ね、ものすごいかばっている。これがものすごく不自然。調査もこれから入るのに。ね、それで、元気なおじいは、世間の皆様から、ね、約 90% から、ものすごくフルボッコ食らいました。素人が何を言ってるんだお前は食うであらね。ものすごいフルボッコ食らいました。で、元気なおじいは確認中しか言わないこの会見を見ておかしいなと思ったので、今回の件は墜落したどうのこうのっていう、そういうものは一切取り上げていないんです。この会見が第1号なんです。この会見を見ておかしいと思ったから取り上げたんです。で、原因がね、公開された。そしたら、ね、海保機に滑走路の侵入を許可していなかったんだ。ね。もうとにかく、だから、海保が勝手に中に入ったんだ。なんであんた入っちゃったの、ね、そういう風な流れになってるんです。で、海保側の主張が出てきて、管制から離陸許可が出ていたんだ。ね。こういったものが出てきた。で、親友に気づけなかったっていうのは管制官の重過失ではないか。それを行うのが仕事だろう。空の交通整理をするんだからね。そんなもので気がつかなかったらどうするの？二重三重のね、ものがいろいろあるのに、なんでそんなことぐらいで気がつかなかったんだ。ね、おかしいだろう。そこにね、おじいはだんだん流れていきました。そして、問題の機長が潔白であるストップバーライトについてもね、お話をしました。で、このストップバーライトなんだけども、本来止まるべきところには、ストップバーライトは設置されていなかった。ね、視界が悪い時の手前のやつにはついてるけども、本来のものにはついていなかった。で、機長が潔白というのはね、これは真実の内容として、ね、とにかくそこまで、ね、滑走路手前の溜まり場、C5 という場所の溜まり場まで向かいなさいと言われてる。ね、そこまで行けと言われたけども、待てとは言われてない。で、ここは一時停止の場所ではない。ね、ここは離陸許可をもらっていれば、止まる必要なく滑走路に入れるんです。で、しかも滑走路の中に入って待機せよという命令もあるんです。それで、元気なおじいは、この解放機、ね、これは、とにかくもう、潔白だよね、っていうことで、ね、確信を得たわけです。この段階で。ね。そしたら、揚げ足取りで、フルボッコ。ね。そしてね、僕は、ゲーム機の、ね、パイロットなんだってね、出てきて、ね、プレイステーションかなんかのパイロットが出てきて、ね、パイロットとしてが出てきて、ね、フルボコ食らったけども、ね。そして、このストップバー、ね、ここのところ。で、ストップバーも、要は停止していれば、ね、GO のサイン、ついていれば待て、ね。そういう補助的なものなんです。これがね。で、この流れをね、全部見ていきましょう。で、元気なおじいは、これ、ホールドショートオブランウェイ。ね。これ本当は、滑走路番号なんで、今回は34、ね。34R。ね。R34 か。ね。ランウェイ34。ね。なんだけども、ここをね、上げ足で取られました。ね。で、このホールドオブランウェイ。ね。とにかく、チャーリーね、チャーリー C5。とにかく解放機にね、C5 まで、路上走行で迎えという命令だったんです。で、そこをね、停止線まで行けとかね、そんな内容になってないんです。で、そういう意味なんだ、そういう解釈なんだとかね、そういうのが出てくるけど、命令としては、ね、C5 の、待機場所まで向かいなさい。で、本来はホールドショートオブね、ランウェイ、34、ね、滑走路の手前で待機せよ。この待機せよが、これが後ろにくっつくんです。くっついて命令してるものが、羽田空港の、やつ結構あるんです。羽田以外のところでもあるんです。ちゃんと。疲れてるんです。で、これがなかった。で、解放機は無線を切り替えるタイミングも、管制の指示で無線を切り替えている。で、無線を切り替えるまで、タワーの更新を聞いてないわけだから、それまでの命令がない。で、切り替えてから、滑走路ね、クリアとか、降りてくる、航空機に対しての指令も何も聞いてもいない。ね。なので、降りてくるとはまさか思わない。で、166便、その後ろに2番目に降りてくるものでね、出発機があります。ね、伝えている。なので、で、あなたはナンバーワンで伝えられている。で、止まれを言われてない。止まれを言われてないから、止まる必要がない。停止線。ね。出発許可をもらっていると思っている。そこの謎のところが隠されている、伏せられている。ここれはまた改めて説明します。それで、これね、この停止してまでという意味、誰が決めたんだ。ここに行けと言ったら絶対止まれたんだ。ね。それで、とにかく国土交通省がね、ああやって言ってるのは、目くらまし、ナンバーワンを禁止にした。ナンバーワンがあったから特別優遇したから、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリー。あの流れでもナンバースリーぐらいまで出てきてます、確か。流れが。離陸のナンバースリーだっかな、確か。残ってるよ。その前後のやつ、後ろぐらいのやつかな。あるよ、確かね。私も今日確認したもん、さっき、改めて。で、このナンバーワンは全く関係ないのに、ね、目くらましに使わされている。で、割合としては、とにかくね、空港のストップバーライト、ね、それが、9ヶ月、ね、ほったらかし。これはもう空港を含めて、管制含めて、811だろう。ね。で、もしストップバーライト関係ないとしたら、じゃあ管制が8近い方に511だろうっていうね。まあ、そんなお話も作りました。ね。それで、おじいが言っている、このホールドショートオブランウェイってやつね。これで、とにかく検索してみてください。ね。これって、どういう意味かというと、これね、ホールドショートオブランウェイっていうのはどういう意味ですかね。というのがね、滑走路の手前で待機せよなんです。で、とにかく今回は解放機は、ね、とにかくC5 まで路上走行で迎えって言われてるだけなのに、待機しようのメールがない。とにかく、ホールドが入ったものが何もない。言われていないんです。ホールドという単語のものを言われていないんです。ね。そこでね、滑走路の手前で止まれ。言われてない。ね、で、このね、重大隕石とこのホールドショートオブランウェイ。ね。滑走路の手前で待機しよう。これで検索すると、一番トップに出てくるのがこれなんです。福岡の事件なんです。それで、この重大インシデントがあって、で、まあこれね、平成22年に福岡空港からね、どうのこうのっていう、まあこの内容のやつが、まとめのものが出てくるんです。それで、まあ、こういう、で、このカストリーに対してこう言っちゃったっていうものがあって、そういうインシデントですよっていう内容で、で、どういう無線のやりとりがあったかっていうのが、A 機、B 機、こうなったのがね、どういう無線だったかっていうのが、こうまとめられているんです。こうやってね。で、この内容からして、この時ね、22年のやつ、ね、何があったのか、で、ここのところでね、まとめ、要はインシデント要因の解析っていうのがあって、で、まあ、それぞれ個々のやつを見てみると、B 機への着陸許可は A 機がタワーと更新設定する以前に行われていた。A 機は B 機への着陸後の発出を確認していなかったものと推定される。これも平成22年の福岡のやつと、今回のやつと同じようなパターンじゃん。ねえ。全くさ、生かされてないし、これ国土交通省で配布されてるよ、PDF。わかる？その国土交通省から、ね、管制業務は適切であったと強調されてるんだよ。そして、A 機の機長はね、W8、まあ、今回だけで言ったら C5 とかでね、インターセクションポジションは初めてであった。ね。まあ、ここは初めてだけど、ここはまあ別として。ね。で、出発前の準備完了の確認ね。タワーは、ホールドショートオブランウェイ 34VIA W8 ね、を指示する直前にね、レポートオンチャラクンチャと A 機に対してね、まあ、言ってた。ね。これは出発機を早めるためのものであると A 機の機長ね、の思いを強くしたものである。ね、出発を早める。まあ、今回の内容も同じようなことが行われているし、本来だったら C1 に向かっていったものが前に、2、3機ぐらいいて、3つぐらいかな。で、それよりも早く、手前の C5 から、行かせるっていうね。C5 にして、その、本来のこう、前に C1 に向かってた、ね、機体もあるんだけども、それよりも先に1番に行かせるからねっていうね。そういったものが実際に行われていた。ね、で、まあ、乗務員の認識、ね。A 機の乗務員はタワーからのホールドショートブラウンウェイ、これ滑走路の手前で止まりなさい。ね。これ言われてる。今回は言われてないから。ね。の指示によって、負傷すべき重要な指示にもかかわらず、前半のホールドショートオブという待機指示を復唱していなかったことから、待機指示と認識しておらず、後半のランウェイ際を VIA W8 のみを認識したものと思われる。どうだいこれ。今回の内容は、この前半のホールドショートオブランウェイ。ね。で、滑走路番号、あれ今回の何番だっけあれも34ぐらいじゃなかった。あれ違ったかなあれバカに偶然だね。滑走路番号30。あれ違ったか何番だっけ ?30 いくつだと思ったけどな。ちょっと場所は、あれバカになんか似てるから忘れちゃった。ね。今回の滑走路番号も、確か、30いくつだろう ?34 ぐらいじゃなかったちょっと忘れちゃったけど。ね。で、このね、これは滑走路の手前で待機せよ。ね。これを言ってたんだよ。で、言ってて、副将はここの部分を言わないで後半だけ言ったっていう。でも、監視は、それを聞き直さなかった。ね。今回は、この滑走路の手前で待機せよは伝えていない。本来止まれって言葉が一言もないじゃないかって、おじは真っ先に言って古ぼっこくなったんだよね。それで、まあ、この内容について、ね、A 機の機長は時期の出発が早められたものと思い込み、副操縦士は B 機の着陸前に時期を出発させられると思っていたものと考えられる。似てない ?A 機の運行乗務は、ランウェイ34、VIA、W8 をね、ラインナップ&ウェイトや、タクシー、F はポジション&フォールド、滑走路に入って待機してもらえなど、滑走路への進入許可を得たと認識したものと思われる。ね。ものすごく類似してるんだよ。ね。ちょっとあれは違うけどもね。今回の場合は、止まりを言ってないからね。処置本人も書いてから、そこから行ってねって思ったかもしれないし、ね。で、A 機はタワーからの指示に対してね、ランウェイ34 VIA W8 のみ復唱していたが、ね、滑走路への進入許可を得たと認識したのであれば、その内容を正しい管制用語で、復唱をすることにより、管制官は間違いに気づいたものと考えられる。そして、これ、管制更新は、航空交通の安全を確保する上での根幹であり、A 機の運航乗務員は注意深く管制指示を聴取し、正しい管制用語で復唱すべきだった。ね、そして、このね、この福岡の時のやつは、これはね、タワーは、ホールドショートオブランウェイ34 VIA W8 の指示に対する A 機の副操縦士の副将が後半のランウェイ34 VIA W8 のみだったにもかかわらず、副将確認を行っていない。ね。で、タワーは何も疑問を持たずに A 機が自分の指示通りに滑走路手前の誘導路 W8 で待機すると認識していたものと、推定される。で、復唱の確認は自分が指示した内容と復唱された内容を比較し、同じであることを確認することであり、管制官はすでにそのような意識を持って復唱確認を行う必要がある。今回の国土交通省が言った内容の復唱、何かね、回復に向かってね、この滑走路ね、滑走路のところにある滑走路番号が何もね、ないよね。C5 の待機場所に路上走行して向かってください。これなんです。で、本来はこの後ろに、ね、R34 滑走路の前で待機してください。ホールド。ね、このホールド、この命令、止まれっていう命令が1個つけるべきっていうね。で、これが、タワーは A 機に対して滑走路手前で待機するよう、ね、ホールドショートオブランウェイ 34VAW8 と指示したが、オンや、ね、AT を使用して待機すべき特定の地点を明示するのではなく、走行経路を明示する VIA が待機を指示する管制用語と合わせて使用された。これが今回おじいがフルボッコにされている皆さんからのコメントの内容なんだよ。そこに行けと言ったらそこで止まれという意味なんだ。そこの停止線の前で止まれという意味なんだ。停止線に行けって言ってるんだ。停止線なんてどこに書いてあるんだ、その命令の中に。C5 の待機所に路上走行で行けって言ってる命令じゃないか。停止線で止まれって意味なんだ。停止線に行けって意味なんだ。じゃあ、2番目、3番目、4番目、みんなそこに、シャーリー、C1 に行けっつったんじゃ、前に行った3機が、俺がっつって、1、2、3って並ぶのかって。そんなバカなことはない。横に並べるスペースはないから、それはないんだ。じゃあ、2番目、3番目は停止線の前で止まれないから、命令違反じゃないか。そこに行けって言われたら、ぶつけて押し出してでも、俺がって行くだろう。停止線の前に行けってことは、そういうことなんだつってね。命令は絶対って誰が言ってんだってね。そういう動画を作ったわけです。ね。そういうことでね。待って、これね。で、今ね、読んだのがここでしょ。そして、よいしょ。ね。まあそういうもの、これも22年だよ、平成のね。これで、A 機の運行乗務に対して、滑走路への進入許可を得たとの誤認を助長させたものと考えられる。ね。まあつまり都合よく、そこね、都合よく、ね。止まれの市場、今回の場合は確認してなかったんだけど、今回の監視はそもそも、滑走路の手前で、止まりなさい。要は、ホールドショートオブランウェイをね、R34 を言わなかった。言っていないんです。言っていないんです。何度でも言う。滑走路の手前で待機せよの命令を言ってないんです。ね。だから、そこに行ったらね、勝手に止まってるだろうってね、思ったんだっていうね。こういうのが重大インシデントになってるよねっていうまとめになってて、それで結論はね、本重大インシデントの場合、ホールドショートオブは待機指示を意味する用語であり、副章にこの内容を意味する用語が含まれていることを確実に確認すべきであった。地上走行と待機が混在するような指示は避け、管制方式基準に準拠した指示を行うべきであり、ね、必要に応じて交通情報を付加することが有益である。ね、こうとも書いてある。それで、これがね、この重複する、今回のこの例だと、この、ホールドショートオブランウェイね、これはこのね、滑走路の手前で待機せようを言ってるけど、ここの部分を、聞いてない。これ、後ろの部分だけ。ね、ここの部分だけ。で、今回は、これを言っていない。止まれを言っていない。ね。なのでね、この、止まれっていう、止まれに関して、完成は、海部記に対して待機せよという命令が一個もないんです。タワーからの。タワーからの指示。タワーが離着陸の指示をする役目なんです。そのタワーが滑走路の前で待機せよっていうこのホールドというね、ホールドというこの単語を使った命令がないんです。なので、ここで待機せよって言っていない。で、だから言われていないから海保からも止まりますよ。ね、ここで止まれ、待機せよっていう復唱がない。ね、当たり前でしょ？だから、この C5 にね、迎え、地上走行で迎え、この待機場所に迎えたね、向かいます。ね。こうやって言ったら、そっちの方に行けよ。わかりました、そっちの方に行きます。もっとわかりやすく言うと、東の方に向かって、わかりました、東の方に向かいます。だからこの流れがね、C5 から行きたいってリクエストがあって答えてくれたのか、どうかわからないけど、回復にしてみたら、待機せよをもらってない。で、こっからね、ローリングうんちゃらくんちゃらのリクエストをね、してるような、虫が聞けないような、そういったものもあるんで、多分これで行きたいに対して答えてくれて、じゃあ、C5 からね、行きたいっていうリクエスト答えてくれて、で、そのまんま、グラウンドから、タワーに引き継がれて、ね。で、当然その内容がわかると思ってるから、じゃあC5 向かってって言われてね、ありがとうって感じでね。で、そこからもう、その流れからして、もうリーク許可をもらってるから、止まらないでノンストップで行ったんだっていうね。そう考えると話が繋がるんで、この根本的に福岡の場合は、ホールドショートオブランウェイで滑走路の前で停止せよっていう言ったにもかかわらず、飛行機側はここのところを端折って後ろだけで、この止まりを復唱していなかったから認識していなかった。その確認を怠ったのが原因だったよねってまとまってる。今回の場合は、ホールドショートオブランウェイ自体がないし、ただそこに向かってって言ってるだけで、そこで止まってるもんだと思った。だってそこで待機しなさいっていう命令がないじゃん。待機しなさいと言われてないんだよ。だから本当にね、犬にね、ゴーっつってね、あっちに行けってね、止まりを言わなきゃずっと永遠にもこまで行っちゃうでしょ？ね、ストップって言わないと。ね。どんどん走ってっちゃうよ。ね、あっちの方に向かいなさい。ね。今回で言うと、あそこの C5 の、で、C5 にね、路上走行して向かいなさい。はい、向かいまーす。ね。で、こっちから行ってもいいんだよね。って、あなたナンバーワンだから、ってね。ローリングテイクオフで行きたいって確か言ってるような、ね。ローリングテイクオフで行きたい。もうそのままバーって行って、ブーって言ってバーって行きたいっていうね。そのリクエストを言ってたような、ね。ローリングだけこれ、後半がちょっとうまくこの、アマチュア無視で聞こえないけども、なんかあるよねっていうのがあって、そこが伏せられてるよっていう、視聴者さんのコメントも来てるように、ね。なので、もともとそこのところがやりとりがあって、スタートしてそこに向かってる話なんで、当然ながら、ね、そのままローリングで行きたいんだっていうね、それに対して答えてくれてると思うから、許可もらったんだってなるの、当然のことだよね、これね。でも、この内容を見ると、これはこのメールに対して確認してないのが原因だったけども、このホールドショートオブランウェイが、いかに重要な内容だよねっていうことが、ね、ここに書かれてるわけなんだよ。そして、これね、ストップバーシステムに関する内容、これね。で、これね、滑走路ご進入はいかなるケースや気象状況においても起こる可能性がある。今回の福岡のインシデントに関してね、ね、滑走路の前で止まれを認識したしなかった、ね、そこに行ったら止まってんだろうっていうね、そういう暗黙の了解を期待してたみたいなのがあって、でもストップバーシステムってものがあるわけだよね。だからこの滑走路ご進入はいかなる指定や気象状況においても起こる可能性がある。それはそうだよね。で、滑走路手前の停止位置にストップバーを設置し、夜間及びね、RVR が550メートル、まあ、視界がね、550メートルを超える姿勢状態であっても、これを使用することが効果的な滑走路ご侵入防止策の一つになり得るというね、これが国際民間空港条約ね、いわゆる国際基準っていうね、が書かれているものなので、これは福岡の方のね、今回の14インシデントの結果として、ストップバーシステムの使用は気象条件等に関係なく効果的な滑走路ご侵入予防策の一つと考えられる。さらに管制官の操作をしようとせず、操縦者等に対して自動で視覚的支援を行う滑走路状態表示等システムも開発されているので、これらの新しい支援システムの積極的な整備が望まれるってことだね。で、そういうことで、今回のね、R34 滑走路、ね、ストップバーライトをね、せめて手前のところにしかなかったんだったら、それをちゃんと点灯させれば、ね、操縦者に対してね、入ってはいけないよ、合図が出てる。あれ行ってもいいじゃなかったのね、こちら海保だけど、ストップバーライトついてるんですけど、って言ったね、まだ待っててくださいって、ね、降りてきてからですよ、ああ、いるっすか、いや知らなかったっすよ、って。危ない危ない。ね。止まってね。連絡してくれてありがとうねって。わかりました。待ってますって。で、こうなったわけじゃん。で、そのストップバーライト自体も、羽田は9ヶ月間、メンテナンスという名目のもと、9ヶ月間使われていない。平成22年にこれが出ている。この内容が、国土交通省から配布されている。空港側のね、このいかなる条件でもね、ここに書いてあるのはね、この視覚によって操縦者に伝えることができるから、ね、十分にこれ、滑走路ご侵入予防策の一つと考えられるから、ね、使いましょうねっていう。それをだね、おじをフルボッコにする、叩いてくる連中と国土交通省は、あくまでも補助的なもんなんだ。決まりでは600メートル以下の視界でないと使わないんだ。そう決まってるんだ。使う使わないは管制官の判断で決まってるんだ。で、おじいはフルボッコ食らいました。ね。でもおじいはこれを出してね、それじゃあ、福岡空港で起きた重大インシデント、ね。で、このストップバーの問題にしても、ね、滑走路の手前で停止せよ。この伝える重要性。これが平成22年ね。これでまとまった内容が、じゃあ福岡空港以外のところでは一切役に立ってないってことでしょ。だからこれと同じ重大インシデントが羽田で起きたら、じゃあこうしましょうね。じゃあそれと同じことが大阪で起きたら大阪、じゃあ同じ対策しましょうね。名古屋で起きたら名古屋でもじゃあ対策しましょうね。じゃあ福岡でも起きたら福岡で対応しましょうね。これでいいんですか皆さん。いいんですか？すべてのものを経験しないと考えない、まとまらない。いやー、これがあってもこりゃ福岡のことだからね、おじいさん。ね、いやー、我が国土交通省としても、いやー、これがあったからといって、全国の飛行場にストップバーライトをね、設置が望ましいとかずっと使ってたね。そりゃあね、事情もあるだろうから、羽田にもね、つけといたらなんて言うし、ねえ、まあ一応任してることだから、ね。本当ね、だったら、国土交通省は何のために存在してるんだ？わかる？何のために存在してるのってこと。ね。そして、いい？この件について、最終的に一番最後のところには、ね、国土交通省航空局が論じた処置ということで、国土交通省がどんなことをね、処置をしたのか、そこを見ていきます。平成19年から平成20年にかけて行われた滑走路誤進入防止策検討会議において、ね、対策の一つとして、管制官とパイロット間のコミュニケーションのうんちゃらを防止するための管制更新にね、かかるガイダンスマニュアルを、これ何査定するね、まあ、いいや、することがね、提言された。これに基づき、国土交通省航空局は、ATC コミュニケーションハンドブックを作成し、滑走路誤進入防止や管制業務全般における管制更新の指南として役立てるよう管制官に配布周知した。くだらないハンドブック作って、はい、これ見といてね。見といてね。わけだからね。うちとしての責任はやったよ。この事件ちゃんと見届けたから。うん。ハンドブックにしたから。ね。はい、役立ててね。2、国土交通省航空局は、AIP に管制承認、管制指示または管制許可に対するパイロットの副賞要領を記載し、待機指示については、待機指示については、ホールディングショートオブなどの適切な用語を省略せずに使用して復唱するよう平成24年5月3日に公示した。これに合わせて管制方式基準も改正し、パイロットからの副賞の確認について規定を加えた。特に滑走路手前における待機指示については、ホールディングショートなどの用語による副賞が、得られない場合、または副賞内容が不明瞭な場合、待機指示の副賞を指示することとし、これに使用する管制用語を新たに定めた。これは国土交通省航空局が論じた処置なんです。今回の件、皆さんどう思いますか？そこで改めてね、見ていくとね、確認中しか言わない。ね。で、原因が公開されて、ね、離陸許可を出していない。離陸許可の前に、ね、離陸許可の前に何をするべきなんだ。ホールディングオブ、ね、ホールド、待機せよ。それをね、滑走路手まで待機せよ。ね、それを必ず伝えてそれを復唱させる。そうだったんじゃないのか？着陸を、じゃあ、着陸を許可して、ね、で、侵入を許可してない。侵入を許可してないんだったら、待機の命令がどこにあったんだよ。で、省略するもんじゃないとかって、それも書いてあったろね。で、海保機長は、ちゃんとね、管制から離陸許可が出ていた。で、ローリングうんちゃらってね、聞こえにくい一部だけが残ってるけど、ね。アマチュアの虫の足からは、聞こえにくいイザザザで。で、総務省は、ごっそりとカットしてる。で、じゃあ管制がね、重過失じゃないかって早期にね、初期の頃にもう判断した、調べて、これじゃないかって。フルボッコ。で、機長は潔白だ。ね、ストップバーだって、ね、ないし、行けてれば行っちゃうよ。ね、止まれを言われてないんだから。止まれを言ってねえじゃんってね。で、おじいは、そこをね、この、停止して待てという意味、誰が決めたんだね。このね、こんなこと書いてないのよ。ね。英文を Google で、翻訳してごらん。ね。C5 に、ね、C5 に路上走行してください。ね。そこだよ。ね。誘導路、ね、滑走路 C5 か、滑走路、滑走路手前、ね、に地上走行してください。C5 みたいな感じ。そうなるよ。迎え。だから、この後ろに、ね、手前、滑走路手前で待機しよう。ね、ホールド、ホールディング、ホールド部があるんだよ。だから、おじいはね、このホールドショートオブね、ランウェイで、管制官は滑走路手前で待機を伝えていない事実があるじゃないかっていうね。翔くんに言ったけども、そうじゃない。だそうじゃないっていうのが問題なわけで、本当ね。で、ナンバーワンが勘違いしちゃったんだね。じゃあナンバーワン使うのやめればいいよね。あの PDF の内容は何だったんだ？福岡だけ限定なのか？福岡だけで起こり得ることなのか？福岡だけのことだから、国土交通省は、まとめたのか、あの内容を。福岡以外のところでは同じようなことが起こると想定して、同じようなことを、じゃあ注意させようって、それは入っていなかったのか？羽田は入っていなかったのか？ってことなんだよ。はい。そういうことで、どっからどう見ても、海保機長は潔白であって、で、まだ明確に聞こえない。ね。要は、マスターの本物のやりとりだったら、この海保からのそのローリング、のやつね。なんだっけ、飛び出すのは、テイクオフだ。ね。ローリングテイクオフで C5 から行きたいんだっていうね。そこのところが明確に残ってると思うんだよね。ご指摘されてるけど。そうすると話が全部流れがついつまが合うけど、どっからどう見たって、すべての問題において、ストップバーライトがもともと停止位置になかった。これは空港側のね、管理の責任、9ヶ月も使ってない。ね。で、止まりも言っていない。ね。誤進入システム見ていない。ね。そうでしょ？で、全然何も見ていないから60秒間全く気がつかないところか。ね。はって、凝視していなくても、はってどっかで気がつけば、ね、日航機に対しても、こっちに対しても、ね、緊急で言えるわけでしょ？無線で何も言わないってことは、何にも見る気もないってことで。ね。何のための補助システムなんだ。ね、でストップバーライトは使うのが望ましいということで福岡のやつの方にはまとめていたのに、一応この PDF ではい原因が分かった、じゃあここが原因だよね、じゃあどうする、こうするべきだね、うん、こうまとまった、うん、じゃあ最後に国土交通省こうこうこうしよう、こうでやるべき、これでいいよね、はいまとまった。で今回の責任は誰、あ、じゃあこれね、ダメだよダメだよ、はい大変遺憾であるよ、はい終わり、はい終了。この国はそういう国なんだよ。だからおじいはこの事故は本来は発生しなかった事故であり、起きてはいけない事故、福岡の重大インシデントが全く役に立っていない、生かされていないっていうことなんだよ。だからおじいはいつもね動画で言ってるけども、死人が出なければ何も考えない、ちゃんと。ああ、もう、この間、この種類ってこの間、もう時間かかるけど、あ、結果出た、あ、じゃあまとめていって、うん、で、立場出た、あ、じゃあそれ追加していって、最後に、うん、一言、じゃあこれ、4行ぐらい、6行つけといて、うん、で、PDF まとめて、配布して、うん、オッケーオッケー、さあ終わり、いつできる？明日？うん、お疲れさん、これで終わりだね、はい、終わった！ね。ね。いいね、ほんと。これで我々、血税が、ガッサガッサ入ってくんだよ。いい仕事だね、ほんと。ね、でも、皆さんはね、海保の機長がうっかり言っちゃったんだね。思い込んじゃったんだね。でも、ナンバーワン使わなくなったから、これで安心して乗れるね、お空わーい。そしてね、こういう声もね、今出てきてる。こういう声がね。いろんなね、ネットでも出てる。おじいもね、一度そこを通過点として通ったことがある。ね。例えば、このね、日本の中でね、日本って都道府県何個あるのかわかんないけど、何個ぐらいあるのかな？46から48のどっかの間だと思うんだけど、これぐらいに対して、この数よりも多い空港が、この数よりも全然多いんだよ。しかも空港がない県っていうのが、なんとか県ってなんかいくつかあって、そうすると重複してあるところが結構あるんだね。それで、そのね、この空港の滑走路の数、ね、そして飛行機はどんどん増え続ける。でも管制官は減った。ね。だから、管制官が減っちゃってるから、ね、業務が大変だから、管制官の数を増やすべきだ。おじいもそう思ったの。どっかの議員さんかなんかのね、おばちゃんのやつを見て、そうだ、その通りだって思ったんだよ。で、そう思ったんだけど、よく考えてみたら、この 例えば A 滑走路、B 滑走路、C 滑走路、D 滑走路があったら、これに対して、タワー、グランド、なんだっけ、中心のなんだか、なんだっけな、なんだかっていうのがね、このそれぞれのこれが最低限のこうワンセットで、この完成自体はこことここでペアになってるんだけど、1個の並びのところにね、3人ワンペアになってんだよ。これ先生のあれを聞くとわかるんだけどね。で、これは、1個の箇所について、飛ぶのと、走行する場所と滑走路のやつと担当を分けてるけども、1人が行わないと、複数でやると、ガチンコになっちゃう場合があるからなんだよ。そうすると、ここでね、団子3兄弟、ここで、団子三兄弟、ここで団子三兄弟で、ここで団子三兄弟で、この羽田空港だとこの4つの滑走路があって、で風向きによってこれ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 って変わるんで、まあこれがこっちに今回は C と D の組み合わせだったけど、まあでも風向きによってね、誓うのは私も、まあ、C と D が一緒に誓う場合は、一人が行うって、こうしたし、このルールがあるけども、ね、C を誓えない場合、だったらこれとこれとこれとか、ね、D を誓えない場合はこれとこれとこれとか、そういうパターンもね、あるでしょう。で、それにしても、この一本の滑走路に、これの役割っていうのは、増やせられないので、ここに C 滑走路でね、500本今日は来ますよ。で、これを1時間ごとに交代して、ね、1時間とか2時間ごとに交代してやってるわけでしょ。集中力が必要だから。ね、休んで交代して、休んで交代して、こうやって入れ替えてやってるわけなんだけども、一緒にできる人数っていうのは、これ以外、あとこう全体になんかを見るとか、ね、威張ってるだけとか、そういうのがいて、完成には一度には14、15人ぐらいがね、一度にはここに常駐してて、で、1時間でこう5種類と、はい、お力、はい、1回交代交代でこうやってやりながらね、ぐる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 回ってるっていう。で、この完成の人数を増えると、何になるのっていう。どこっていう。ここで処理するこの関係は変わらないんだよ。この3人1セットでこれをね、処理する。まあ、厳密というかもっと他のところもあるんだけども、まあ、大雑把に言うと、この滑走路に対してこれとこれとこれで、この500機を処理するっていうのは変わらないんだよ。人数が増えて、じゃあローテーション30分に1回にしたところで、この処理は変わらない。早口になるのも変わらない。ね。だから、ちょっと走っちゃえとか、もうそこに行けたらもう止まれっていいでしょみたいな感じで、ね。そうなっちゃうんだよ。そこは変わらない。人が増えても変わらない。滑走路が増えるか、この飛行機の数を減らすかどっちかなんだよ。だから本当、管制官を増やしても、だって着く場所がない。椅子がない。必要がない。だって凝視するものじゃないもん、だって人を増やさないで、役割分担の変更で、常時見るものがって言ってるんだから、不思議な話でしょ？だからね、根本的になるべくしてなる、いつ起こっても不思議ではない。で、過去に同じようなことが起きて、ね、待機する。これは重要な命令だから、必ず待機するを伝える。その復唱も必ず確認する。なのに今回は、待機する命令のものがない。そういう意味合いなんだーつっておじいはフルボッコを食らったけども、それでいいんだろうか？本当にそれでいいんだろうか？滑走路の、ね、手前で待機せよという命令があるのに、それを使わないでここに行けと言ったらそういう意味なんだで、皆さん本当にそれでいいんですか？おじいをフルボッコにして。いいんですか？おじいが好きなためくせにしただけだって、もう安全なんだ。今回は勝手に海保のね、機長が勝手に入っちゃったんだから、ね、それさえなければ安全なんだ、日本の空は安全なんだ、ルンルンルンなんだね。お花畑の皆さん。ね、そんなわけで、今回は海保気象はもうどんな角度から見ても潔白なんです。怒るべくして怒ってる。で、ローリングなんとかがね、もうないとしても、ね、頂き少女リリーちゃんと変なおっさんの関係みたいにね、そう思わせぶりをさせられたんだったら、ね、どこが原因なんだよ。海保の乗組員、ね、機長、副機長、通信士をはじめとする乗組員をみんなその気にさせたのは誰ですか？おじいをフルボッコにしてる人、みんな仲良しだから、ね、みんな同じ乗組員仲良しだから、ね、一心伝心で、あ、みんな思いついたんだ、同じように思い込んだんだ、ね、言ってもいない、ね、離陸許可、みんなパ思ったんだ。で、維新伝心だから、あ、受けたね。ああ、受けたと思います。あ、僕もそうだと思います。わしもそう思うぞって。ねえ、言っていいんだよねって感じで。突然乗組員、みんなそう思ったってことだよ。本当にそれが起こると思いますか？しっかりと、ね、ちゃんとグランドの指示に従って、止まるところは止まって、他の飛行機に譲って、命令通りにしっかりと動いて、死後まで行ってるんです。ね、なので、命令に従って、そして、離陸許可をもらったということで言ってるんだからね。ただ本当に、空港の設備、ね、それがずさんだったということと、本来言うべき言葉も言わないし、ね、確認もしないわけだし、ね、どう考えたっておかしいでしょ。ね、ピコピコピコだって、凝視してなくても、凝視するシステムはどこにもないんだから。こうやって確認もしなきゃなんないし、ずっと見てるもんはないんだから。ずっと見てるシステムは何があるんだって、逆に国土交通省に聞きたいんだよ。じゃあ、どのシステムはずっと凝視してるもんなんですか？そうでしょ？管制業務は、どれ一つとして、凝視するシステムは一個もないよ。そうでしょ？目視もあるんだから。国土交通省の言ってることは、おかしなことだけだ。だから、そんな気がつかないような、そんな欠陥システム、ポンコツシステム、そんなものを導入して何の意味があるんだ？税金返せ、この野郎、泥棒。ね。そうでしょ？何にも役に立たないんだ。ね、だ本当にね、ストップバーライトもね、見えるから使わなくてもいいんだ！ね。おじいは散々叩かれた。でも、なんて書いてあるんだよ。なんて書いてあるんだよ。なんて書いてあるんだよ。どんな結果が出たんだよ、結局。人の命を守るために、ね、できることをやりすぎってことはあるのか？ショップはライトいつも使えばいいよね、とか。やりすぎがあるのか？いや、天気入ったから、やる必要ないじゃん、別に。だから、見えにくい時だけどいいんだよ、そんなまで。やらなくてもいいという決まりがあるんだ。そうやっておじをフルボッコしてる連中。どうぞご勝手に羽田からバン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 毎日乗ってんじゃあ。安心なんだったら。怖くて乗れないよ、まともな人は。意味がわかると。どっからどう考えても、なんで海保が悪くなるんだ。そうでしょ？思わせぶりにさせたのも完成なんだから。ピコピコ見逃してるのも完成なんだから。で、気がつかないから、旅客機にもね、何も、要は、異常に気がついて何も指示もできない、こっちもできない。空の安全監視役、何もやってない。ね、安全な確認をしていない。交通整理ができていない。管制業務ができていない。違うのか？本当ね。だ本当に、こういったものって、ね、こういったものって何のために作られるの？今回も、何ヶ月もかけてね、今年の夏頃までには、中間報告ができることを目指している。で、来年ぐらいになったら、今回の件の、ね、調査結果が出るでしょう。で、こういう PDF にまとめられて、安倍さんの件みたいに、国土交通省に重大、ね、インシデントによる、要は衝突事故の PDF として出るでしょう。皆さんはただ、それが形になって出れば満足するんですか？おじいは偽善者にしか見えない。そうやっておじいフルボッコにしてる人。24時間、ね、LED でちゃんと、ね、照らしてつけるとか、ね。本当にその、凝視するものではなくても、ね、独立システムなり、ね、一人増員するなり、二重三重のシステムをやってなぜダメなんだ。滑走路の手前で待機せよ。この言葉を使って何が悪いんだ。それを説明しろよ。おじいを古ぼっこにしてる奴ら。それを使うことによって、どんな不備が生じるんだ。滑走路の手前で待機せよ。それを伝えて復唱を受けることが、どんな不都合が生まれるんだ。そういうことが事故のもとだろう。ほんとね、単純なことなんだよ。単純なこと。ね、お前はただの素人のくせに何がわかるんだ。素人だから単純に考えるんだよ。いろんな理屈、ちょっとでもかじったマニアになると、栗は食う食う、こういう意味だから。いや、こうやって解釈して、栗は食うだから。忖度働いて、ああ、こっちに行けって言ったら、ここで止まるんだ、みたいな。そうそう、それがおかしいんだって。この内容を見ると、そういうのはやめましょうなってんだから。ね。日本語読める？専門家でも何でもないけど、重大インシデントの場合ね、ホールドショートオブは待機指示を意味する用語であり、ね、この待機指示を意味するホールドオブショート、ね、ホールドないんだから、ないでしょって、素人が一番最初に目についたとこじゃん。真っ先に。そしたら、それは違うって。でも、重大インシデントを防止するものとしてね、もう過去にその結果が出てるけど、それは違う。それは福岡だ。ここは羽田だ。それと同じものが出ていないんだ。それはここには通用しないんだ。ここは全ては5、600メートルがあって、管制官に任されてるんで、うちは間違っている。お前は素人のくせに口を出すんじゃない。調査中なんだ。調査結果を待て。はい。そんなわけでね、おじいは、この世で、たった一人になっても、解放基調は潔白。ね。これを続けるよ。これはね。でないと、本当に安全な空の交通整理はできないと思ってるから。無理。どんなに PDF でまとめられても、事故を防げない。実際に防げてないじゃん。実際に防げてない。そうでしょ？で、もし思わせぶりだとしても、思わせぶりになっちゃった可能性があるっていう福岡の件もあるわけだし、何にも生かされていない。ね、すっごいほど続けるよ、おじいは。このおじいの言ってることを、おじいが納得できるように、ちゃんと説明しろよ。ウィーっつってね、アホみたいに、ね、これこれこうだから不要なんだっていうね、そういうのがで、お前は何言ってんだーみたいな。お前の考えは何なんだよって。それも書けないやつが、ウィーって、ね。おじいはちゃんと説明する。自分の意見はこうだけど、これはこれに基づいてこうやって書いてあるから、こうするべきではないのかなって、ちゃんとおじは説明してる。自分の頭で考えたから。ここがないの、うえーはい、終わります。以上です。